地方三町は、江戸時代、年貢徴収、納税事務の上で最も重要な三種の帳簿である。すなわち鳥籠合帳、年貢割付、及び年貢開催目録である。なお故称としては、それぞれ5の字を冠して、お鳥籠合帳、五年具割付、及び五年貢開催目録と継承された。これら三種の帳簿は、江戸幕府当初からあったのではない。当初は、 万事において粗略で、収納法も細密とは言えず、毎年、大官任せで、詮索を加えることはなかった。慶安年間、改革が行われ、大官に、毎年村々から納付すべき、上納物の明細書を勘定書に差し出させたが、これが鳥籠合帳の最初である。すなわち鳥籠合帳は、大官が年ごとに収納すべき鳥か小物なり、高掛物などのすべて、 村村から納付すべきものの明細を書き上げたものであり、納税の根本となるものである。この書き出しによって勘定書は、表記を経て、採貨を与える。その後大官はこれを、自らの管轄内に割り付け、調印を経て、村方に渡す。これが、年貢割付である。村村はこれによりその年の年貢を納付し、納付後、大官書は、年貢開催目録を作成し、 これを勘定書に差し出す。また大官から年貢開催の上、村方に渡すものをも年貢開催目録と称した。ありがとうございます。